そらくですけど彼の地元にエルサレムができます。彼の地元とは茨城。ああできます。磯っていう字がね僕もね磯って来たからああそうかと思って磯ね、はい、いや磯って伊勢っていう意味だから、はい、知らなかったの知ってたよ知らなくしてお伊勢は磯から来てるんだよ。ほんで伊沢の宮伊蔵部って言うんだけどちっこい神社だけどすぐそこにあの磯ってのがあって、で桃の辺はね桃の辺の話を聞くともともと伊勢神宮はそこやったよね。へえ、うん、それすごいですね。ほんで今最初の神器が実は今後継であるのはレプリカなんですよ。本物は伊勢神宮の内宮と外宮、そして今飛鳥神宮。飛鳥神宮にあんな草薙の剣で、これ壇ノ浦の時に実は俺の先祖さんが関わってるんだけど、平家型のふりして、だっていいですか、発想飛びなんてできる鎧が。あれ義経に箱をね、いや、あの、アークって言うんですよ、船。八つ、船って八つだったらということなんだけど、だ箱って八つ角なんですよ。角八つあるから。はい、で、あれがそれをこう引っ掛けていってだけ話して。で、こちらは平家型にいた陰陽師系なんだけど、それをちゃんと返すために平家が取り返したい。その時に箱からね、アークから剣が落ちたんですよ、海に。で、沈んだってなってんだけど、浮いたんです、実際。で、浮くんってあんのかって。ほいで、やばいんで、とりあえず明日の方へ戻して、あとは、伊勢の。で、今の上皇さんね、昔の、陛下、いわゆる生前退位、はい。はい、うまいことやったね。いや、もうあれしかないですよね。うん。上位までやると、語弊あるんですよ、いろいろ。単位だけやっちゃうと自動的に長男の方に移っちゃうんですよ。で、あれ太平洋戦争の時の玉音放送と一緒で、あのビデオも前日にやってるんですよ。前日今の上皇陛下が録音してる収録してる最中、今の天皇陛下どこにいたかって調べたんですよ。マスタージームにいたの。その時間帯、飛鳥神宮にいて、それも草薙の剣のある祠の前にいた。ということで、今の天皇陛下の役割の一つは、飛鳥神宮から二蔵宮へ剣を移譲させる。これ、どっちも物部系だから、はい、どっちが、はい。だから、どっちもです。簡単なんです。よくできてる、これ、計算してるとしか思えない。っていうか、世の中には偶然はないのかなと思ってもらって、いや僕の場合はですよ。特に日本はない。でしょ、だから特に日本。僕は口癖ですけど、日本は未だにね、神話の中にある。僕もそう思います。外国は全然違うよ。日本だけは未だに神話の中にある。そうですよね。神話って今の話ですもんね。そうですよ。あれの時代。上島太郎って今の話。全部は神話ですよ。どちらにしても僕の役目は取り返す天皇陛下が最終的にははい、間違いないです。よく言われてるんですけど、冷泉家の動きがすごい。冷泉家が僕会いました。タイムになってますか、200年は超えてんじゃないですかっていうのがジョークで通るっていう。僕はとにかく天海宮司からもそうだったけど、あの方はもともと宇佐八幡が来た養子さんだったんだ。その先代がもう昭和天皇と瓜二つ顔が写真も見たけど、だからあの方行くとみんな間違えて確か重要なことなんですけど、天皇陛下が戻るときに僕戻りたいなんて絶対言えませんから憲法上も絶対言えないんですよ。ということは東京でとんでもないことが起きると国体を東京に置けないほどのことが東京で近々起こるってこと。そうそう、おっしゃる通りね、
エルサレムはね、茨城県の移すしか仕方ない。そうですね。でもできるだけ北。はい。あ、そうなんですよ。必然ですよ、これ。はい。というのは、茨城って昔の茨城の字は草川に死刑ですから、ね。はい。で、城じゃなくて木ですから。はい。あれ、控訴審が柱にかけられて、人柱にかけられて、うんぬんっていう県なんですよ。はい。だから、同じ構造神ってイエス・キリストのことやってますから。そうです。イエス・キリストのことは僕なるだけ触ってないんですよ。僕はもうバカバカ触ってます。いろいろと問題があるだろうと思って。まだ早いです。でしょ。皇室関係の役の方はまだいかない。まだ早い。ああいうとね、今変な風にね、なんか妙な連中が出てくるから、逆に。でも触れないんですよ。あの、それはもう僕の役見られてる。僕が触れるのは、いや、うちのおじいちゃんは、あのエジプトのファラオの地だって言ってたよっていうところまでです。あ、ファラオエジプトから来たって言ってた、ね、あの本当のねファラオと言ったらあのラムセスじゃなくてモーセだったって言われてる。あ、そうですよね。僕もそうあれ、あ、裏ファラオだったの、はい、優秀すぎたからラムセスが役持ち焼いちゃって言うんだと思うけど、これ聖徳太子とまあね、あの本当の天皇は聖徳太子だって言われてたけど、あなた裏だったんですもんね。裏が本物だっていうね。だからエジプトってすごくわかりますよ。あのエジプトのピラミッド、大ピラミッドの中入ったっていうのもそうだけど、この大回廊ってあって、これ大変ですよ。これね、長さと角度、出雲大社が建てたあの16畳前とぴったりしょ。同じですね、近く。ぴったりじゃん。これ、少なくとも出雲大社のあれ建てた連中はエジプトのピラミッドを知ってるってことだもん。でね、天目宮司がね、亡くなるまで言ってたのは、シュメールだよ、シュメール。エジプトに古いから、人類発祥に近いシュメール。彼が、それ途中で亡くなっちゃったんだけど、はあ、シュメールか。確かにね、シュメールと言ったら、ノアの大洪水のあとノアが住んだところ移ったところがどうもその辺らしいという学者もいてて、あの息子たちはそれぞれ分かってるんですよ。あのヤペトはヨーロッパ行って、ハムがアフリカ行って、セムがアジア、中東、西アジア。だノアどこ行ったんだ、そのシュメール。一番不思議はどこから来たかはシュメールから入る必要があったんですよ。でしょ。でもジガルチェッチンが言ってることが本当であれば、うん、48音で書いてあるので、うん、劇画が、ね、日本語ですよ、うん、どう考えても本当に、ね、僕ね、こう今のね漢字学者の致命的な欠点をこう見つけたんですよ、はい、中国人が作ったって言うんですけど、漢字は実は日本人が作ってるの、うん、あの衛星っていう名前が始皇帝で、はい、始皇帝の時に金文文字とかそういう象形文字とかいろんなものを集めて最終的に漢字に編纂したっていう話はよく聞くんですけど、旗人、ね、の言う伝承が正しければ秦、あれ秦の秦ですかね、旗人はそこから来たって言ってますから、はい、だから始皇帝はこれ衛って難しい字なんですけど、はい、政治の政って衛星、この A って英雄、英雄は日本語だ。ああ、なるほど。後の日本。なるほど。日本は三字がつきますけど、あれは東海に浮かんでる A だから、三字がつきます。で、女服の漢民族ではなくて、あれも A の名前なんですよ。なるほど。ちょっと待てよ、これって。これ、そうだね、道教って神道の元だと言われてて、でこの神社の近くに上陸の地点ってちゃんとあって、まあ、こっちのあちこちにあるんですけどね、日本人は。これ、ヤマト、全部ヤマトじゃん。これ、イスラエルでヤマトって通じましたから、はい、ヤマト、ヤハウェのためってヘブラグなんですよ、はいはいはい。これヤマト民族自身が気がついてない、今ね。すいません、話をちょっと、はい、もう研究やしてください。でモーゼを実在したと思います。誰であっても。イエスも実在しました。私はそうです。ヤホヤ実在しません。あ、ヤホヤはね、あの人間じゃないから。ヤホヤは言霊です。そうです。はい。あ、魂なんですよ。はい、言霊で正確に言うと888なんです。なるほどね。で、僕はヤホヤって
名前じゃないんだよこれ。ね、私はというだけで、アイラムだけしか言ってませんから、英語でね。だから、体を有してない。だから、魂、これ待ってみたら、霊みたいなもんなの。で、面白いことに、イエス・キリストは自分のことは、私はあるって言ってるのね。だから、あら人神なわけ。もともと、姿形が見えない。触れない。もう、まさしく、火の塊みたいな。だから我々の感覚から言うと存在してないってことなんですよ。触れないから。そうなってくるとね、仏教も怪しくなってくる。というのは何が怪しいかというと、